はい、タイヤバンクーヘンです。ただいまですね、イオン2ショッピングセンターに来ております。これ屋上ですね。これ見てください。サティって書いてありますね。貼ってあります。ちょっとですね、ここでですね、皆さんに、サティのですね、残りが、いろんなのがですね、ありますんで。まあ、これはですね、もう言わずもがな、イオンになってますけどね。ぐるっと回りますか。まあこんな感じですけどね。イオン2ショッピングセンターはですね、もう完全にマイカルだっていうですね、ハロさん、見てくださいよ。このですね、見てもらっているところ分かりますけども、これですね、剥がれているところ、マイカルの色とイオンの色がこれ違うのは明らかに分かりますよね。こんな感じですね。出ていきましょう。2階のあれか、あれがあるんですね。ツーショッピングセンター、こっちは本当もう海なんですね。こっちのショッピングセンターのこれ向こうはもう海がもう一望できます。はい、雰囲気はですね、完全に前からですね。これは本当に嬉しい、これは嬉しいわ。これもですね、ほら見てこれ、サティ、完璧にサティって書いてあるじゃないですか。これすごいわ。このこれサティですよ。これをちょっとサムネにしたいですね。サティですね。こっちエレベーターですね。屋上からこんな感じですね。そこはもう海です。こんな感じでございます。一旦切りますね。ちょっと下降りてきました。ちょっとですね、ここもですね、すいません、入り口に店内、撮影ご遠慮くださいっていう形になってましたんで、ちょっと店内はやめておきたいと思います。はい、イオンのこんな感じですね。まぁ、ちょっとこれぐるっと回ります。店内はちょっとですね、ダメなんで、ちょっとぐるっと回りましょう。何これ、ボロっちくなっちゃってんだ、これ。この後ろは。こっちイオンシネマですね、こっち側は。こっちがイオンシネマです。
両方ともイオンですね。ツーショッピングセンターですね。ここでお買い物して、ドーミーンに行きたいと思います。雨が降ってきましたね。雨が降ってきました。やばい。ちょっと傘はですね、持ってきてあるんですけど、あの車から出さなかったです。しまった。こんな感じですね。でございます。はい。じゃあちょっとこっち曲がりますね。こんな感じです。ちょっと遠巻きで。降りたいんで、ちょっと申し訳ないですけども。これはいい感じですね。こんな感じですね。イオンツショッピングセンター。この標識ですね。完全に前から6台からのですね。懐かしい映像でございます。ちょっとこっち行きますか。雨がちょっとひどく降ってきましたけどね。そこ登りましょう。ちょっと壁沿い行きたいですね。ちょっと壁沿いでちょっと店内の撮影はちょっとできないんで、ちょっとできるだけですね、昔の栄光をですね、ちょっと収めたいと思います。ちょっと雨がひどくなってきたんで、ちょっと行きましょう。雨がちょっとひどくなってきた。ちょっとこっちに避難だ。マグロなど
イオンツショッピングセンター。あ、こっちの方の、あ、こんな感じですね。ちょっとそこの前行きますか。ここはこんな感じですね。ちょっとこっち曲がりましょう。雨が結構降ってきた。やばい、雨が急遽見えました。イオンバイク、こんな感じですね。雰囲気がちょっと一回失礼しますね。あら、ちょっとこれは無理だ。ちょっと一旦切りましょう。完全に前からです。今日はですね、お買い物してきました、2ショッピングセンターですね、イオン2ショッピングセンターからお送りしました。ありがとうございました。